はい、かしこまりました。はい、かしこまりました。はい、かしこまりました。あなたが望むなら。まあ、私の番でしたか。この風がどうか勝利をもたらしてくれますよ。全てを終わらせましょう。予想より時間がかかりそうですね。よっ、この風がどうか勝利をもたらしてくれますよ。前方門開放、実践射撃。目覚めよ。きっとできる。よっ、この風がどうか勝利を前方開放、一斉射撃。よっ、この風がどうか勝利を目指してくれますよ。突っ走りますよ。この風がどうか勝利を満たしてくれますよ。やっとと、この風がどうか勝利をもたらしてくれますよ。すべてを終わらせましょう。無意味な抵抗をつまらぬように。あなたに勝利をもたらしました。
抵抗はつまらないもの。よく、この風がどうか勝利を全方向解放一斉処理ちょっと待って。この風がどうか勝利みんなで一緒に歌おう。その調子で突き進むわよ。ちょっと休ませて。やっとこの風がどうか勝利皆さん突っ走りますよ。予選より時間がかかりそうですね。止まらない。この風がどうか勝利を目指してくれますよ。突っ走りますよ。もう少しきっとできる。リロード。わっ、やっとたちの楽園から。この風がどうか勝利を目指してくれますよ。すべてを終わらせましょうか。この風がどうか勝利をもたらしてくれますよ。すべてを終わらせましょう。うわっ、やっとこの風がどうか勝利をもたらしてくれますよ。私のライブどうだった？よかった？この風がどうか勝利を目指してくれますよ。全方向解放一斉処理。深呼吸したらすぐ行く。リロードします。やっとこの風がどうか勝利を目指してくれますよ。みんなで一緒に歌おう。この風がどうか勝利みんなで一緒に歌おう。深呼吸したらすぐ行く。深呼吸したらすぐ行く。やっとこの風がどうか勝利全方向解放一斉処理。予選より時間がかかりそうですね。この風がどうか勝利みんなで一緒に歌おう。ちょっと待って。
勝利をもたらしてくれますわ。すべてを終わらせましょう。早くできるはずよ。はい、かしこまりました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 。かしこまりました。はい、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 かしこまりました。
かしこまりました。はい、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 かしこまりました。ラプチャー部隊の殲滅を確認しました。残すはただ一つ、巨大エレベーターの破壊ですね。今さらお伝えすることになり申し訳ないのですが、アーク封鎖までさらに3週間かかる予定です。地上の問題で遅延したのですか？はい、その通りです。申し訳ありませんが、もう3週間だけ持ちこたえられますか？次の目標である巨大エレベーターで物資と食料を送ります。1ヶ月分にはなるはずなので、それでなんとかならないでしょうか？わかりました。今の状態で3週間くらいなら大きな問題はないでしょう。はあ、本当にありがとうございます。ではすぐに物資を積んで送ります。受け取り後エレベーターの破壊をお願いします。はい、エレベーターを破壊しても通信はつながりますよね？もちろんです。わかりました。片付き次第ご連絡します。お待ちしております。通信を終了しました。物資の支援とは。ではもう捜索はしなくてもいいのでしょうか？そうだな、ここの警備に専念できるだろう。最近は襲撃もあまり起きませんけどね。私たちはすぐに出発します。スノーホワイトはもうすぐ捜索から帰ってくる。帰還した。お疲れ様でした。何か収穫はあったかね？鹿を捕まえてきた。また？いや君、鹿に何か恨みでもあるのかい？でも私たちの中で下処理ができる人は。ドロシー。え？鹿の下処理を頼む。はい、わかりました。ドロシー、できるのですか？ん？はい。どうしてできないと思ったのですか？言われた通りにやればいいのですから。そうでしょ？では頼む。これでいかがですか？意外と大したことありませんね。すごいの。今度私も習わなくては。
私はちょっと気持ち悪くなりました。燻製にして保存しよう。グレン、お願いできるか。わかった。少しは直火で焼いて食べてもいいだろう。少しくらいなら問題ない。ではドロシー、私たちは出発しよう。はい。そういえばスノーホワイト、なんだ。この前は助けてくれてありがとうございました。いや、やるべきことをやっただけだ。あれから少しは眠れましたか。いや。スノーホワイト、それではそのうち。心配するな。私が人間性を失うことはない。ドロシー。はい。どうしました？どうして私たちをじっと見つめて。ドロシー。え？なぜ私たちと言うんだ？ん？そこにはあなた一人しかいない。一体何を見ているんだ？スノーホワイト？何を言っているのかわかりません。悪いがラプンツェルとグレンに君の様子を見てもらっていた。会話がつながらないことが多かったそうだ。まるで誰かと会話しているようだったと。え？それは当然。ピナが今もあなたの隣にいるのか。はい、さっきからずっといますよ。今までずっと一緒だったじゃありませんか。楽しみなのです。アークと連絡がついた。私たちを覚えていて、私たちのためにたくさんのものを用意すると約束までしてくれた。行けるんですよ、楽園に。アーク、楽しみですね。ワクワクして眠れなくなりそうです。私もです。確かに楽しみではあるが。こんなに遠くまで来たのは初めてですね。アークの入り口付近ばかり守っていましたから。少しワクワクしませんか。そうですね。こんな風に遠くまで出かけるのもいいですね。では少しだけ遊んでいきませんか。大丈夫ですか。他の人たちが待ってるのに。大丈夫ですよ、それくらいは。こんなチャンスめったにないですし。ドロシーが楽しそうでよかったです。今私たちは生きています。これからだって生き残るでしょう。楽園で共に。そうでしょ、約束したから。はい、ドロシー様。はい、もちろんです。まさかお墓行ってはダメですよね、ラプチャーがいるし。そんなことありませんよ、行きましょう。あれくらいなら私一人でも十分です。こちらに引きつける方法はありませんか。お墓が破壊されそうだからですか。はい、無理でしたら仕方ありませんが。虚空に銃を撃ちましょう。いいアイディアですね。引きつけましたよ。少し過激になりましたね。過激だなんて。でもいい方法だったでしょ。来ます。見せてくれますよね、ドロシー様の力を。もちろんです。よく見ておいてください、私の姿を。スノーホワイトが見当たりませんが、何かあったのですか。ああ、警備をしておる。仕方ありませんね。まあ心配はいらぬ。本当に大変な時はそう言うであろう。相談してこないから問題なんですよ。会いに行くのですか。いいえ、会いには行きません。どうせまた正論ばかり言うはずですから。そうだな、
だから反論もできぬのだ。前から感じていたことですが、グレンは異常なほど強いですね。何が違うのでしょうか。それは私が反則技を使っているからさ。反則技ですか。ラプチャーと同盟でも組んだのではまさか。鹿の下処理を頼む。はい、わかりました。ドロシーできるのですか。ん、はい。どうしてできないと思ったのですか。言われた通りにやればいいのですから。そうでしょ。もちろんです。簡単ですよ。では頼む。これでいかがですか。はい、お上手でしたよ意外と大したことありませんね。すごいな。今度私も習わなくては。スノーホワイト、大丈夫ですか。ドロシー、ピナは死んだ。侵食されてあなたがその手で送ったんだ。今あなたの隣にいるのはあなたが作り出した幻。スノーホワイトが冗談を言うなんて、ちょっとひどい冗談ですが、でもよかったですよ。もう少し練習してみてください。でも頑張った感じがしてよかったですね。そうですね。スノーホワイトも変わろうとしているのでしょうか。私たちも負けられませんね。今日から何か始めましょうか。いいですね。何をしましょう。せっかくですから生産的なことがいいですね。何をするとしても先に諦めた人が食材の下準備を5日間すること。いいですね。もちろん勝つのは私でしょうけど。じゃあ決まりですね。約束しましょうはい、約束です。指切りなんて本当に久しぶりですね。ドロシー、セブンスドワーフレディッシュ。消しないといけないなんて。ちょっと失礼いたします。普通も絶望もない世界、ガーデンオブシャングリラ。祈りの効果が落ちてしまいました。決して崩壊することのないように。勝利に酔いしれる暇はない。すぐに次の場所へ移動する。
緊張する必要はありません。私がいますから。捕まえた。決して崩壊することのないように。希望を失わない限り我々は負けません。そうかい、ドロシーが。死に引っ張られてしまったのですね。はっきりと見えているようだ。少し刺激してみたが、冗談だと流されてしまった。それだけじゃない。手のシワや指の曲げ具合が本当に誰かと指切りしているようだった。実在しているんだ、ドロシーの中では。じゃあ、鹿を下処理したのも。記憶に残っていた鹿を下処理したピナの姿を自分自身の情報で補い、そのまま再現した。そしてそれをピナが隣で手伝ってくれたと認識した。どう思いますか？これは問題ない。え？私もそう思います。問題ない。ピナのおかげでドロシーは元気を取り戻し、実生活に問題も起きていない。私はこのままでも大丈夫だと思う。考えうる最も最悪の事態は何かね。ドロシーの自我を飲み込んで崩壊させる。ドロシーが生み出した存在なので、ドロシーの常識内で行動するでしょう。ピナはドロシーの友達です。隣にいると楽しくて幸せなはずです。その役割に忠実であるはずですから、自我を飲み込むことはないはずです。最悪な状況はやはり突然消えることでしょう。ピナが危うい状態なはずです。ほんの些細なことで突然消えてしまう可能性もあります。ではドロシーのためにどうすればよいのだ。ただ普段通りに過ごせばいいと思います。同意。いいだろう。そうしようではないか。はい、わかった。大型エレベーターの破壊を確認しました。本当にありがとうございます。アークは封鎖最終段階へ突入します。想定期間は3週間。改めてよろしくお願いします。ご心配なく。エレベーターで送った物資は届きましたか？はい、すべて受け取りました。あ、物資の中にある漆喰のようなものは何ですか？補強用資材にしてはとても小さいですが。ああ、それはパーフェクトといって、アークで主食となる食べ物です。食べ物ですか？はい。味が想像できませんよね。ですが理論上は完璧な食品です。それを食べるだけで長生きできます。でもやはり食べるのは本当にギリギリの時だけがよろしいかと。わかりました。では1日1回連絡いたします。はい。通信が終了しました。それでは3週間頑張って生き残りましょうか。
様らはここで終わりだ。知れる暇はない。すぐに次の場所へ移動する。誰か手伝ってください。どうやって背負えばいいか分かりません。鹿を背負うのは簡単だぞ。とりゃーと気合を入れて持ち上げればよいのだ。それができないから頼んでいるのですよ。前足をまとめて掴んで肩に背負えばいいのです。だそうですよ、ラプンツェル。聞こえなかったので、もう一度ドロシーが教えてくれませんか。前足をまとめて掴んで肩に背負えばいいそうですよ。前足をまとめて肩に気合を取る。できました。でも普通に持ち上げればいいのではないかね。そこまで重くはなかろう。普通に持ち上げると目が合うので。背負ったらすぐ隣に顔が来るぞ。あ、頭を外していくべきでしょうか。君、見かけによらず過激な面があるのだな。これをこうやって細かく切るのですか。これだと何の味もしないと思いますが。風味を加えるのです。レシピにはそう書いてあります。そのレシピ本当に合ってますか。もちろんです。忙しい中、アークの図書館からこっそり持ってきたんですよ。かつてはベストセラーだったそうですから、間違いありません。わかりました。この次は。やれやれ、この調子じゃ晩ご飯が朝ご飯になりそうだの。美味しい料理には待ち時間も必要だ。スノーホワイト、よだれを拭いてくださいね。これを煮込むんですか。ドロシー様、どう見てもおかしいですよ。そうですよね、何か間違っているに違いありません。どうして信じてくれないのですか。それを入れて煮込めば完成ですよ。そうすればびっくりするくらい完璧な料理が。すみません、途中から他のレシピが混ざっていたようです。物体 X が完成しましたね。これは捨てましょう。私が捨ててこよう。だからよだれを拭いてくださいってば。みんなこれを見ておくれ。どうしたんですか。これを見ろ。ああ、目が育ってますね。これは。そう、私の酒になる貴重なやつさ。お酒になるまでまだまだかかりそうですけど。まあいいではないか。時間は有り余っていることだし。警告するが、これを食べたら君だからといって容赦はせぬぞ。分かった。さあ、ではもっと植えてみようか。皆さん、私たちは間もなくここを離れます。そしてアークは封鎖されるでしょう。人類は地下に向かいましたが、
生き残れるようになったのです。すべて皆さんのおかげです。皆さんがいなければここまで来られませんでした。皆さんが人類を救ってくれました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。皆さん始めます。3、2、1。終わりましたね。お疲れ様でした。ピナも。現時刻をもってアークの封鎖が完了しました。ゴッテス部隊に改めて感謝申し上げます。お疲れ様でした。では私たちも移動しましょう。どこに行けばいいですか？皆さんの功績を称え、アークには巨大な勝利の女神像が建てられるでしょう。そして皆さんを神格化した書籍や広告を作り、アーク内で積極的に展開していく予定です。みんながゴッテス部隊を崇めるでしょう。あなた、お名前は？事情により名前は言えません。名前？オスワルドです。そうですか。オスワルド、一つ約束して差し上げましょう。あなたを。それが無理ならあなたの家族、子孫をこの世で最も苦しい方法で殺してあげます。恐ろしいことを言いますね。最初から私たちを受け入れるつもりはなかったのですね。はい、言葉通り封鎖ですから。私たちを失うのはアークとしても大きな損害だと思いますが。科学は発展するものです。すでに第三世代ボディの開発が最終段階に突入しています。私たちに蓄積されたデータはスペックの差を簡単に超えられます。それもまた少し経てば旧式のデータになるでしょう。オスワルド、どうぞドアを開けてください。開けられません。開けたいのは山々ですができません。開けてください。できません。開けてください。開けなさい。今すぐドアを開けなければ入り口を壊しますよ。そうすればあなたたちはおしまいです。できません。あなたには。いいえ、できます。だから開けてください。あなたたちは高貴な存在です。自分たちのために多くの人々を危険にさらすようなことはしません。いや、正確にはできません。そういう方たちなのです。皆さんは一つ聞こう。はい。あなたの独断なのか、みんなの選択なのか。みんなの選択です。そうか、わかった。ではこれで通信を切ります。待って、じゃあ一人だけでも入れてください。ピナを約束したんです。楽園に連れて行ってあげると。だからお願いします、今だけでも入れてください。通信が終了しました。もう一度繋いで。回線が閉ざされました。接続できません。ドロシー、ひとまず少し休もう。
緊張する必要はありません。私がいますから。勝利に酔いしれる暇はない。すぐに次の場所へ移動する。ここを離れなければ。同意。はい、その方がいいでしょう。ふん、私たちがここに居続ける限り、ラプチャーはここへやってくるでしょうから、アークの入り口が危険にさらされるかもしれません。雑魚なら問題ないかもしれぬが、あのヘレティックというのが来たら、私たちでも勝てるかわからぬ。そうだな。だからここを離れるのが正解だ。皆さん、一体何を言っているのですか？私たちは裏切られたんですよ。裏切られたのです。悪に、人類に命を捧げて守ろうとした。悪に、人類に裏切られたんですよ。それなのに、何ですって？ここが危なくなるから移動しよう。皆さん、頭がおかしいのではありませんか？ドロシー、あなたはどうしたいんだ？それは当然、アークに復讐することはできない。あそこは人類最後の拠り所であるからな。もちろん怒っています。悔しいです。でもどうしようもありません。私たちはアークに復讐できないのです。私たちがすべきことは、地上でラプチャーのリーダーを倒す方法を。綺麗事ばかり言わないでください。私たちは認められません。楽園がすぐ足元にあるんです。入りさえすれば、今までの苦しみ全てが報われる楽園が。それなのに、ああそれじゃ仕方ないで終わりですか？皆さん、お人よしすぎませんか？今まで私たちがしてきたことが、価値のない無駄になってしまったのですよ。リリスもレッドフードも無駄死にしたのです。無駄でも無駄死にでもない。私たちは人類を守った。今はそれでいいんだ。一体何が？私も私も悔しい。腹が立つ。しかし、私たちはゴッテスだ。勝利の女神、人類の希望、ゴッテスなんだ。私たちは最後までゴッテスでいなければ。その誇りを胸に植え付けてくれたのは、いや、絶対に消えないよう奮い立たせてくれたのは、ドロシー、あなただ。あなたが教えてくれたんだ。答えろ、ドロシー。私たちは勝利の女神か？答えろ。私たちは勝利の女神か？私たちは人類の希望か？はい。私たちはゴッテスか？ドロシー、そうです。はい、そ
その通りです。私たちは勝利の女神、人類の希望、ゴッテスです。ドロシー、よく言ってくれた。君がそう言ってくれたから、私たちは私たちとしてあることができたのだ。セブンスドワーフ、レディ。残弾機は良好、続行する。普通も絶望もない。人あたりちゃおう。決して崩壊することのないように。あなたに勝利をもたらしました。皆さん、荷物は持ちました？と言っても剣と種だけだがね。私も準備完了だ。はい、私も終わりました。マイロ、行こう。行きましょう、行きましょう、行きましょう。ドロシー様、別れた方がいいでしょう。うん、私たちの目的はラプチャーのリーダーであるクイーンを倒すこと。地上は広く、探すものは多い。散らばった方が得策であろう。連絡手段はどうしましょうか。のろしを使おう。今はそれ以外に方法がない。原始的すぎやしないかね。次に会う時までに無線機や携帯電話を入手しておこう。うん、よろしく頼むぞ。あの、せっかくですから1ヶ月に1回決まった座標に集合しませんか。情報も共有できて互いの安否も確認できますし。いいだろう。はい、いいアイディアだと思います。では皆さん、お別れの時間ですね。リーダーとして一つお願いがあります。皆さん、焦らないでください。時間はたっぷりあります。時間は私たちの味方であり、私たちを壊す敵でもあります。クイーンを追うという大きな目的は忘れずに。でも他のこともしましょう。農業であれ、死者の故郷を探すことであれ、美味しい料理を食べることであれ、絶対に自分を失わないでください。心配いらぬよ。わかりました。わかった。そして誇りを忘れないでください。絶対に。さあ、では私たちは先に行きますね。行きましょう、ピナ。ピナ？ピナ？何してるんですか？ドロシー、ピナは。グレン。忘れ物みたいです。
皆さんお先にどうぞ。私はピナを連れて行きます。格好をつけて語っておいて、私たちが一番遅い出発ですね。うん、先に行くぞ。みんな死んではならぬぞ。来月お会いしましょう。ピナ、何をしているのですか？早く行きましょう。もうここで私たちにできることはありませんよ。ドロシー様、ここにいちゃダメですか？え？見てください。私たちが補修した建物と、私たちが作った食器、私たちが作ったお墓、私たちが作った畑があります。みんな私たちが作ったんです。ピナ、残念なのはわかりますが、私たちは。ドロシー様、ここが私たちの楽園です。楽園ですって？悲しい記憶、楽しい記憶、すべてが残っている、私たちだけの場所です。ここが楽園でなければ何だというのですか？ドロシー様、私に約束してくれましたよね。私を楽園に連れて行ってくれると。それならここにいます。私はドロシー様と一緒にいたいです。ここにドロシー様と一緒にいる場所が私の楽園ですから。ピナ、ダメですか？ダメではありません。はい、ここが私たちの楽園だから。手を終わらせましょう。勝利に酔いしれる暇はない。すぐに次の場所へ移動する。ですね。でもどこに使うのですか？飾りにでも使えるのでは？ではピンク色のものを集めてくれますか？はい、そう言うと思ってました。ちょっと味見してくれますか？ちょっとしょっぱいですね。そうですよね、やっぱり気のせいではありませんでしたね。レシピ通りなんですよね。レシピがいまいちな気がして、少々アレンジを。もう少しレシピを信用しましょうか。ドロシー様、これを見てください。枯れてしまいましたね。
何が問題だったのでしょうか。日差しかもしれないし、水の量かもしれないし、原因はいろいろ考えられますね。農業は難しいです。大丈夫ですよ、またやればいいので。はい、そうしましょう。時間は私たちの味方ですから。ドロシー様は旅立った人たちのことを覚えていますか。全員は覚えてません。だから申し訳なく思うのです。私はドロシー様の記憶に残れるでしょうか。いいえ。ピナは絶対に私のそばを離れませんから。私が手放しません。はあ、今とってもかっこよかったですよ。そうですか。リリス様はどんな方でしたか。そうですね、一言で表現するのは難しい方でした。強くありながらも弱く、ちゃんとしているようでだらしなかったり、残酷でありながらも慈悲深く、冷酷なようで温かい、とても人間的な方でした。会いたくありませんか。会いたくありません。彼女は望みをすべて叶えて旅立ちました。すべて終わらせてここに眠っているのです。だからその先の姿は見たくないですね。この棺は皆さんの手作りですか。はい、グレンが滑らかな石を切ったのです。ピナの棺も作ってほしいと言おうと思ったのに。あれ、そうだったのね。ありがとう、ピナ。私がくじけないようにずっとそばにいてくれたのですね。ありがとうございます。絶対に忘れません。さようなら。崩壊することのないよう、ずっと遊びちゃおう。我々を光を持ってお導きあれ。希望を失わない限り我々は負けません。Thank you.
ここで何をしてるんですか？早く行きましょう。こんなに美しく広いのに、私の場所はどこにもないのね。ごめんなさい、皆さん。私はダメみたいです。奪ってやる。私たちが作り出したその楽園、必ず奪ってやる。あれは本当は私たちのものだったのだから。ポジションオッケー。すぐに始めるわよ。決して崩壊することのないように。抵抗に詰まらないように。ずっと後でしちゃおう。全てを終わらせましょうか。ちょっと失礼いたします。Thank you.
セブンスドワーフレディ。ちょっと失礼いたします。火力集中、一つ残らず除去するのだ。クイーンの経験はつまらない。希望を失わない限り我々は負けません。ご加護が共にあらんことを。フォローは必要ない、自分のことに集中しろ。ずっと怖かったわーにゃー。祈りの効果が落ちてしまいました。崩壊することのないように。先生、見たでしょ、私のクラスが勝ったよ。はい、かしこまりました。
私の役立たずは楽園から追放するのよ。抵抗はつまらないのに、あなたに勝利をもたらしました。特なシステムに侵入、攻撃ハッキングを可能。今から札束使います。ジョッパホリック火力集中。無断臨時には構いません。チャンスを待っているの。もう一度行きましょう。
全霊を捧げて癒してあげる。今から札束を使います。ショッパホリックショット。みんなの力を合わせてみましょうか。システムに侵入は貿易発展の可能。ほらね、みんなの力を合わせればすぐに終わるでしょ。準備が整い次第参りましょう。
役立たずの楽園から追放するのに。運行でした。